ビクトロ・ヒョードロビチバ・サルギンは、ロシアの政治家、ロシア連邦地域開発省、ペルミチ法知事を歴任した。1976年アスベスト工業専門大学を卒業する。同年ショベルカーの運転士見習いとして、勤務をはじめ、ウラルアスベスト工場の上級技師となる。1983年から1985年まで、ウラルアスベスト工場コムソンール初期を務め、 この間、1984年に、スベルドロフスク工業大学を卒業する。1985年アスベストシコムソモール第一、初期。1987年、スベルドロフスクシウコムソモール初期。1991年スベルドロフスク高級等、学校を改め、ウラル社会政治学大学を修了した。ソビート連邦の崩壊後、 スベルドロフスク州資産基金副議長などを経て、1994年、ロシア国家資産管理委員会スベルドロフスク州第1副議長。1996年スベルドロフスク州資産基金議長。2000年ウラル連邦管区大統領、全権代表部機関部長。2001年8月から2008年10月まで、ウラル連邦管区大統領全権副代表。 ドミトリー・コザク地域開発省の副首相転出に伴い2008年10月14日公認の地域開発省に任命され2012年4月28日まで務めた2011年1月31日バサルギンを代表とする施設団はクナシリ島を訪問した2010年1月11日経済開発統合政府委員会委員に就任 2012年4月28日、地域開発省を辞任し、ペルミ地方知事代行に就任する。2017年2月6日に知事を辞職。ありがとうございます。